皆様こんにちは。私、三菱東京 UFJ 銀行ロンドン支店のジョナサン・メイと申します。どうぞよろしくお願いいたします。グローバルな日系企業は海外で増える一方です。ブレクジットが決定したからこれからは変わってしまうかもしれませんが、今まで日系企業の欧州における事業展開ベースとしてイギリスがよく選択されてきました。こういった状態で現地採用の社員と一緒に働いたり、現地にある会社とビジネスをしたりするという目的に関して課題がいくつかあります。その課題の中で本日皆様と一緒に考えていきたいのはコミュニケーションについてです。基本的に国際的な場面でコミュニケーションをするのと外国語を習うのは同じことだとよく思われているようです。しかし本日のプレゼンでこの課題は実はもっと難しいと伝えていきたいのです。順番が前後して申し訳ございませんが、今からもう少し自己紹介をさせていきたいと思います。なぜなら言っておくべきことがあるからです。私、現在の仕事を始める前、そして日本に行く前、大学で勉強したのは金融やビジネスではなく残念ながら哲学でした。ですのでこういったコミュニケーション上の課題は少しだけ哲学の観点から見ていきたいと思います。つまらない話になってしまったら申し訳ございません。ライオンが話すことができても、皆様それは動物園やサファリにいるライオンですね。ライオンが話すことができても我々が分からないと有名な哲学者ウィッゲンスタインが言いました。一体どういう意味かと思っていらっしゃっても気にしないでください。当然それはとてもおかしい表現で、どういう意味かというのはよく議論されています。一緒に少し分析しましょう。ライオンが話すことができるとしたらライオン語というものでしょう。そしてライオン語というものがあったらライオン語を習ったり他の言葉に翻訳したりできるでしょう。それならなぜわからないと言われるのでしょうか。なぜなら言葉や単語自体は何も意味がないとウィッキンスタインが伝えようとしていました。単語や言葉は頭で思っていること、精神で感じていることの単なるシンボルなのです。言葉は我々の意識の中で共有している考え、経験、感情などを参考にし意味が伝われるのということです。つまりそういう意識の中で共有しているものが必要です。それがなかったら言葉というシンボルがあっても意識の中で何も参考にできず意味が伝われないということです。しかしライオンという存在は人間と全く違い、意識の中で共有しているものがありませんので、ライオンが話すことができても我々が分からないという考えです。今皆さんはなぜこんな変なライオンの話をしているのか、別にライオンと話してきてもいいじゃないかと思っていらっしゃるかもしれません。確かに動物園で働いてない限りビジネスコミュニケーションはライオンと関係ないでしょう。しかし私が伝えようとしているポイントは、言葉は文化的背景と意識の奥深くにある考え方と価値観と本質的につながっているということです。そういうコンテクストから言葉だけを抜き出したらもともと意図していた意味が伝えられないということです。当然イギリス人と日本人はどちらもライオンではありませんので、意識の中で共有している考えなどがもちろんあります。しかしそういう共有している考え方、価値観、文化があってちょっと違う場合は、同じことについて話しているつもりでも実際理解していることが違っているという可能性があります。
つまり他の言葉が話せるようになってももっと深い背景が分からなかったらいいコミュニケーションができないと私は信じております。今までの話はかなり抽象的な話でしたので、これから職場のコンテクストで考えてみましょう。それで仕事で見られる状態から2つの例を挙げたいと思います。1つ目はお客さんとのことです。お客様は神様という言葉を聞いたことがありますか？イギリスでお客様をカスタマーと言います。でもそれはどうですか皆様？お客様という単語をカスタマーという単語で同じ意味が伝えられると思いますか？私が仕事する上で学んだのは、お客様のためになどをそのまま英語に翻訳したら元々の意味がまるで違ってくるということです。お客様という単語の中で何百年をかけて発達してきたサービスの仕方とその精神が込められていますので、そのまま他の言葉に翻訳したら元の意味が伝わらないと思います。そしてそういった相違が仕事で与える影響として何がありますでしょうか。一つ目はそんなに深刻ではないですが、お客様とどんな感じで話したらいいか、お客さんについて何の表現を使ったらいいかと自信がなくなって気まずい雰囲気になるような場合です。もっと深刻なのは管理職が期待している水準、どこまでしなくてはいけないか、何をしなくてもいいかということについて誤解をし、自分ではきちんと仕事をしているつもりでも上に人をがかりさせるような場合です。二つ目は職場の上下関係です。日本語の面白い特徴に敬語があります。それは仕事で強い影響を与えます。いつも上の人に対して違う単語で話したり考えたりすれば、その人が上にいるという意識ももちろん強くなります。そのため仕事で日本語を使うと職場の上下関係も厳しくなります。しかしそういう言葉は英語にあまりありませんので、そういう考え方も違います。それで英語を使う人と日本語を使う人と一緒に働いたら、その2つのグループそれぞれの上下関係に対して意識も違ってきます。最後には言葉だけじゃなくて、上にいる人と下にいる人とそれぞれへの対応の仕方も違ってくると思います。どちらの場合でもそれは同僚との関係で誤解を招く可能性があると思います。もうそろそろ時間になりますが、私のスピーチをもう一回見たらあまり良くないと気づきます。なぜなら問題について話しているばかりで、解決の方は何も提案しておりません。それはちょっと哲学っぽいですみません。では最後にはどうすればいいか少し考えてみましょう。で、2つのポイントを挙げて終わりたいです。1つ目は会社的に統合を応援しつつ、海外経験ができるプログラムを作るのはとてもいいと思います。他の国に実際に行ければ、その国の文化や生活が触れられて、もっと自然なコミュニケーションができるようになると思います。2つ目は個人的にそういう翻訳の限界があると、きちんと理解しているだけでそういった影響が格段に小さくなると思います。そして他の同僚と文化や考え方が少し違うと、きちんと理解して学ぶようにしたら、それももっといいコミュニケーションができるようになると思います。ライオンと話すのは無理かもしれませんが、少し違う文化や考え方を持っている人といいコミュニケーションができるでしょう。以上、どうもありがとうございました。
ジョナさん、ありがとうございました。ありがとうございました。日本語はどこで学ばれたんですか？私は大学を卒業した後で日本に行って、そこで勉強し始めました。というのは日本に行った時には日本語は全く何も分かりませんでした。で、そういう時は日本は1年半住んでいて、その時は頑張って勉強いたしました。どうして日本に行こうと思ったんですか？別に日本に行く理由はありませんでしたけど、大学をもうそろそろ卒業になる時には他の国に住んだら面白いかなと思って、じゃあ日本にしようかなと思って、結局は日本を選びました。哲学的に見て日本に住む、日本語を学ぶということはジョナさんにとってどういうことだったんですか？私は日本語を学んだのとですか？哲学的に見て、哲学からの方からですか？そうですね、多分自分の哲学といえば正直なところ、ヨーロッパに、私はもちろんイギリス人ですから、ヨーロッパで育って、何回も他のヨーロッパの言葉を習おうとしたんですけど、いつも他のヨーロッパの国に行ったらみんなが英語で話してくれましたので、じゃあ意味ないと思いましたと思って、でも日本に行ったら、今回はそういう言い訳が使えないと気づいて、日本語を頑張って勉強しました。ありがとうございました。スピーチを聞いていて、ライオン語という話があってね、はい、そうです。なんか日本語ってのはライオン語じゃないかというふうに木下さんそうは思ってないですか？いや、もちろんそんなことじゃないですね。どちらの語は多分ライオン、人はよく日本語が難しいと言われているんですけど、多分ライオン語の方が難しいかもしれないと思いますでもなんか日本は檻の中にいて、檻の中だけで喋ってる、で外国とのあんまりコミュニケーションもしないんで、なんか外国の人が分かりにくいっていう人が多いんですけども、まさにライオン語じゃないかっていう気がするんですけども、どうですかね？そうですね、もちろんそうですね。で、そう、もちろんライオンの例はとても変な例ですけど、そういうことで他の言葉でその単語を習ったら、その単語だけでなくて、もっと頑張ってコミュニケーションをしなくてはいけないということを伝えた方です。言葉は文化であるという話ですけども、はい、ですからそれはもっと日本企業も海外に人を出して外国の文化を翻訳じゃなくてね、そうですね、文章じゃない、実際に経験してやるのがいいという、はいはい、そういう話ですよね。はい、はい、はい、そうですね。その通りです。そうです。文化の方は別に翻訳のことじゃないんですが、その文化が分からなかったら言葉だけでその意味が伝えられないと思いますので、海外に行くのはとてもいいし、海外に行ったらいる時にできるだけその現地の人とソーシャライズやするのはとてもいいと思います。例えばイギリスで日本語を勉強するやり方はちょっと私分かりませんけども、日本でね英語を勉強するとその文化のお話よりもいつも文法だとか表現の仕方とか、何がサブジェクトで何がバーブかという、そういう文法的な話とかそういうことが多いんですけども、例えばジョナさんが勉強した時には日本の文化から入ってきました、言葉に関して。文法より文化の方が大切という質問ですか？はい、分かりました。はい、そうですね。特に私の場合は日本に行った時は日本語は何も分かりませんですから、日本語分からない家庭と日本語を少し分かっている家庭 と両方は日本の生活が見ることがありますので、私にとって文法的な方はどうでも言おうとしていることが多分分かると思いますが、文化的な方が分からなかったら文法的には完璧でもあまり意味が伝えられないかもしれないと私は思います。だから私にとっては日本語を勉強した時に、日本に住んでましたから両方ができましたが、そうですね、文化の方が大切かもしれないと私は思います。日本でね、英語を勉強するときにアメリカやイギリスの文化を学ぶのは大変難しいんですけども、どうしても教科書から文法を通して習うようになる
と思うんですけど、イギリスではどうですかね、やっぱり外国の文化を学ぶチャンスはたくさんあるんですかね。日本に来る、日本に住んだことあるから分かると思うんですけど、そうですね、確かに日本にとっては他の国に行くのは一番いいと思いますけど、そのことができなかったら、まあ あのやっぱりあれですかね、難しいですね、難しいですね、外国に行った方がいいって、そう、その方が一番いいですか。他の本を読んだら、本を読んだり映画を見たりいうのは少しいいですか、私にとってもちろん他の国に行くしかないかなと思います。なるほどね、はい、ありがとうございました。